激しく、新しく、そして美しく、世界が注目する女子プロレス、 We are Stardom。 月額920円で Stardom が見放題。公式動画配信サービス Stardom World。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。中野タムが仕掛けましたトワイライトドリームの対戦、終わらせにかかっています。それを許さない。ならばバックドロップ。今の一発、未来選手ちょっと独特の軌道を描きましたね。首大丈夫かな。そしてインストライク。ジュリア選手も首には古傷ありますからね、はい、お互いの弱点を容赦なく狙っていきます。お互いのことは嫌というほど知り尽くしています。最後の2人のシングルマッチは2023年、4.23 横浜アリーナの赤いベルト戦。その時は中野タムが勝利して赤いベルトを腰に巻いています。それ以来の本当に大江さん、はい、大一番での2人の激突ということになりますね。そうですね、そういうことですね。中野タムはその後欠場しちゃいましたね、まあ、はい、そういうことですね、まあ、欠場しましたし、いろんな意味でね、少し休まなきゃいけない時期でもあったと思うんですけどね、ただやっぱりこうやって張り合えるというのも、やっぱりその本人たちが言ったように唯一無二の関係というのはこういうところから分かりますね。だから心底嫌いで心底憎いんだけどという気持ちが、そうですね、中野タムとジュリアの間にはあります。その だけどというところの先がこの2人のここまでの極限の究極な戦いなんでしょうね。ドロップキック、コーナートップにいる中野タムの顔面に打っていきました。さあこの体勢、ダブルアームだ。これはジュリアの得意技、捨て身の技でもあります。それを打たせない中野タム、ガツッというヘッド、いや何発いく何発いく、うわこれでね、何度となく2人はこの額に大きな単行棒を作っていきました。ですね、動けなくなったタムを捕まえて、いやあれだけもう頭突きをしてればもう脳も揺れてる状態ですよ。トップコーナーからなだれ式ダブルアームスープレックス、クラッチを外さない、クラッチを外してないぞジュリア、なんということだ。そのまま上げてファルコンワロー、カバーに入る、それを中野タムが切り返す、何バックを取った、あジャーマンスープレックス、もう一発いくか、天空落としカウント2。いや未来選手あれ食らってるのに、もう気持ちですねこれ。ここからが2人の本当のこの戦いな感じがします。わかります、もうズタボロになってからですよね。今日15分一本勝負ということでね、決まってますから、やっぱり2人とも仕掛けが早いですよね。倒したいでしょうね。そうですね、何が何でも、はい、中野タムの怨念、
ジュニアの執念、それがお互いの肉体に刻みつけられています。カッショスピンキック、中野タムが行くが、ジュニアもまた立ち上がった。いや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 、危ない危ない。いやもうね、腫れてるところにまた頭突きかますと、コブ割れる可能性ありますからね、はい、そうすると大流血になりますよ。ダックドロップをワンで返す、タイガースープレックスホールド、勢いだ。うわー、カウントを入れさせない、カウントを入れさせない、キック顔面を蹴り飛ばす中野トム、捕まえてバイオレットを行かせない、逆に対空時間ありますよ。うわジュニアが払った、なんとこれもカウントを入れさせないのか。すごいな、ちょっと残り時間3分切った、カウントが入った、ニアロープ、フィニッシュ宣言からグロリアスドライバー、これにて決着と、あなりません、返していく。リング中央でポジションも良かったですけどね。さあ未来選手、はい、2人の戦いどん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 高みに上っていきます、はい、でも時間がないです。ノーザンライトボム、これもうわ今入っていたと思われるんですが、です、ね、今のはジュリアが持ち上げなければ3つ入った可能性が高いですね。中野タムグ、いやジュリアがスリーカウントを入れるのを止めさせて、これはリストクラッチ、ジュリアの最終奥義、バーミリオンを見せようというのか。これを食らったらもう返せませんよ。生きた、上げさせない、だがタムが逆に、どうあの首がぐにゃっとなりましたよね。ちょっと未来選手、今の一発は、ジュニア、タム、一気に流れが今の一発で、そうですね、中野タムにとっても覚悟を決めた一発、ここで中野タムのトワイライトドリーム、カウントが進む。なんでトワイライトドリームが2で返される、もう時間がありません。時間ないですね。ならばタム、バイオレット行かせない。残る試合時間30秒、もう一度上げた、残り試合時間20秒、バイオレットスクリュードライバー、さあこれで死闘に、いや今度はタムだ、タムが2で止めさせた、10秒、終わりたくないのか、終わらせたくないのか、ジュリアと中野タムだが、2人の戦いを時間が止めました。いいからもう2人ともいいから、終わり、15分時間切れ引き分けです。ただいまの試合15分時間切れ引き分け、15分時間切れ引き分けでございます。いやすごい、すごすぎる。でもこれ1対1ですよね、はい、1本ずつ3カウント奪ってる、事実上ね、奪ってる形になってますよね。お互いジュリアも1回、タムも1回、3つ入るところは首を起こしましたからね、はい、月額
920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。女子プロレススターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。2024年 3.20 愛知県名古屋国際会議場イベントホール、スターダムシンデレラトーナメント2024優勝決定戦。今年のシンデレラは花に決まりました。さあならば今日この瞬間、スターダムの頂点のベルト、赤いベルト、ワールドオブスターダム、そのチャンピオンの座に君臨するのは現チャンピオンか、それともチャレンジャーか。その座を兼ねた戦いが今始まろうとしています。ダブルメインイベント2第9試合、ワールドオブスターダム選手権試合、30分一本勝負。帰ってきたクイーン、スターダムの逸材、林下宇多美です。第17代ワールドオブスターダムチャンピオン、 E ネクサス B、 ホムラマウシンクの方法、マイカ登場です。昨年2023年 12.29 両国交技館、赤いベルト王者決定戦、鈴木鈴に勝利し、マイカはこのワールドオブスターダム初体感となりました。 2.4 大阪大会、上谷沙耶から初防衛に成功。さあいざ運命の相手との2度目の防衛戦。守りきれるか、赤いベルト倒せるか、タイトルマッチでの林下宇多美。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド。試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。林下宇多美、マイスターダム公式チャンネル。最新の試合映像から記者会見、生配信、バラエティ企画まで、キラキラ輝くスターダムの今がてんこ盛り。今すぐ登録。明日のことなど何も考えていない。何も考えてないですよね。だってあの鋭角に当たれば一発でストーンとね、ダウンという状態になるような勢いの肘打ちですよ。目の前にいる相手をただ倒す、シンプルな答えが一つあるだけです。わ、最後思いっきり振り切りましたね。打ち勝ったのは林下宇多美。さあクールにロイヤルに、そして熱く、そして強く、おお、それを止めたマイカ。今度はラリアットとラリアットの意地の張り合いです。マイカが行く、
やこういう時は必ず同じ技でねどうしても意地を張り合うっていうのはこれはレスラーの様なんですか。そうかもしれない、ね、どうしても意地あの何かね扱かしたりして違う技に持っていけば展開変わるんじゃないかと思う時もあるんだけどやめないもんね。タイプも似ている2人どちら。うわその出してる同じ技にこの締めくくりとして自分が倒したところで終わらないと次の技に行けないというやっぱり気持ちなのかな。そうなんですか。どうですか。そうだと思います。そうですね、結構やってるもんねいつもねそういう意地の張り合いをね負けたくないです。そうだよね、はい、手応えのある一発を林下宇多美の首筋に叩き込みその余韻が残る中さあ次なる攻撃へと移るチャンピオンマイカ。これはちょっとでも落とし方によっては宇多美のダメージは深刻になりますよ。これは得意のナダレスキブレインバスターそのままクラッチを離さない離さない。もう一発まだ行くかまだ行くか豪快なる3アウトボス。なだれしてですよ一発目、ね、コーナーから抜くのもすごいしその後に2つねダメージある人間をそのまままたもぶっこ抜いて持ち上げるって難しいですよ。カウントは2。ナダルシティブレインバスターは自身にも大ダメージを負うリスクのある技です。そこから立て続けに連発でブレインバスターを打っていきました。いい形を作りかけていたチャレンジャーの宇多美ですがここで今のチャンピオンの自力が出てくる。さあここから演歌落としを狙いましたがそれは警戒している林下宇多美。そうですよねこの必殺放り投げたショルダースルー。あれ3人出ましたね。いやでも未来選手今のは毎回聞いたんじゃないですか、うん、そうですね。あれはちょっと読めないですよね、はい、予想してなかったと思います。ラリアット串刺し式宇多美がコーナーに乗せました。これも意地な気がしますね。さっきやられたから、はい、いやそうですよね。フィジカルだけではなくメンタルだけじゃなくこういった部分でもね一つでもいいからちょっとでもいいからやっぱ上回ろうとする、はい、これがプロレスラーましてやタイトルマッチメインイベントであったらなおさらです。名古屋ビッグマッチ赤いベルトの行方は今このマイカと林下宇多美に託されています。春の兆しを感じる日本列島春突入のスターダム赤いベルトのチャンピオンとして団体を牽引していくのは現チャンピオンマイカになるのかそれとも新チャンピオン林下宇多美になるのかどちらの赤が2024年のスターダムを彩っていくのか。いざ尋常に勝負。わナダレスキコウモリ釣り落とし。意地ですね未来選手ね。意地です、はい、これも意地です。マイカも意地を見せる。やっぱりこういうところはね、赤いベルトの前チャンピオンね1年間守り抜いたキャリアというのは生きてますよね。やっぱりこうチャンピオンのオーラで戦ってますよね。もちろん今チャレンジャーですけども、そういうオーラっていうものがやっぱり前チャンピオンということで出てくるんでしょうね。ただそれを超えない限りはマイカは真のチャンピオンになれませんよ。本人がそれを一番強く思ってるでしょうね、はい、そうですね。過去ベルトのかかったシングルマッチでマイカは林下宇多美に勝っていません。マイカにとっても成し遂げなければいけない超えなければいけない相手です。そして胸を張って赤いベルトのチャンピオンマイカであるということを
林下宇多美の前で証明したい。さあ捨て身だ捨て身だ、ナダレスキブルーマスター、首を押さえて悶絶する宇多舞香が、宇多舞香が悶絶する一発。今もなんだっけ、トランポリングぐらい跳ね上がってましたよ。投げられた宇多美が雄たけびを上げて先に攻める。うわあ、危ない、これ危ない。コーナーポストに向けてのジャーマンスープレックスホイップ。これ確かにね、コーナースコアも柔らかい、ね、硬いものではないんですけれども、やっぱり普通の軌道で投げられるジャーマンと違って、もうすぐに抵抗がかかりますからね、首に対しては。あとコーナーポストのすぐ後ろにはご覧の金具が、そうですそうです、鋼鉄製の金具が装着されています。はい、さあ来るぞ来るぞ、林下宇多美到着。ガッチリ指に固めてマイカ返しました。これもね、やっぱり到着ラックに関しては回転することによって落とされるタイミングがわからないですから、あと後頭部を打つ場所がまた変わりますよね、スライドしてますからね。残り試合時間5分、そうだ30分一本勝負、早い早い、ショルダーする、これ以上はもらえない。さあマイカチャンピオン、ローリングラリアットも見られて、ジャーマンスープレックスホイップ強い。お互いそうでしょうけど、これ5分で絶対に決めていきたいでしょうね。林下宇多美強い、来るか、うわあ、うわあ、なんとか返した。いや、未来選手はあの宇多美選手の足腰の強さ、しかも今首、マイカは首やばいと思いますね、今すごい。ジャーマンジャーマン、その前にはトーチャーラック、はい、首は限界を迎えている。ならばとどめを刺すか、林下宇多美ハイジャックボムの体勢、抗うマイカ、ローリングラリアット強い。だがクイーンは立ちはだかる。うわ、返しましたよ。女帝の前にクイーンは君臨する。返り咲くか、返り咲くか、林下宇多美、約3年4ヶ月ぶり2度目の赤いベルトのチャンピオン。女帝はクイーンの前にひざまずくのか。さあ決めるか、ハイジャック、もう一回転着地、ラリアット諦めていないマイカ。3分、時間ない時間ない、ナックストレート。いや、3分タイムアップならね、引き分けという形でマイカは防衛になりますけれども、それじゃあ悔しいんですよね、それじゃあ新章の幕開けにはならないんですよね。ドロップキック、あ、いいドロップキック。まだマイカはねチャレンジはしましたが、演歌落としもサザンカすら決まっていない。道のくドライバーなんか形にもなってませんから ね、 そうですね、ただ時間がもうないですよね。何かこううまい、いい具合に畳みかけられるタイミングあるといいですけどね。未来選手、残された時間はあとわずかです。はい、ギア上げていかないと。そうですね、ここでもう無理やりにでも踏んでいかないといけないですよね。はい、ここで引き分けは、まあ、マイカは納得しないんで、しないね。はい、残り試合時間2分120秒。ただマイクが今使ってない、今村田さんが挙げたようなフィニッシュ技を畳みかけるようなことがいくつかできれば可能性はありますけど、なんかローボム、姫かだですよね、姫からさんですよね。あ、今そうですね、そうですね、舞姫時代、はい、パートナーだった、いろいろ使っていきますね。そして道のくドライバー2。さあ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 、カバーが遅れた、カバーが遅れた、もう時間が、時間がないぞ、決めるか。ああ、
選手、これが決まらない。どうにかしないと。そうですね、もうどうにかするしかないですよね。ここでもう一度爆発させるか。1分だ、残り時間1分。宇多美の動きは止まっている。もう残りの時間を宇多美には渡さない。全部全部マイカが使えれば、みちのくドライバー旋回スティーザー、すごい角度。まあフォールに行かない、フォールに行かない。さあ畳みかけできるのか。できるなら可能性あるよ。腕を取る、この体勢はリストクラッチ、みちのくドライバー。奥の手を出していったマイカ、畳みかけた。照明が今形となりました。20分41秒19秒。残り、いや未来選手が言ったように、もうここは行くしかないという形で行きましたね。もう未来選手がおっしゃったようにね、多分マイカ選手も引き分けなんか冗談じゃないと思ったんでしょうね。第17代赤いベルトのチャンピオン、ワールドオブスターダムチャンピオンマイカが2度目の防衛に成功です。アフロディーテ2人からの防衛になりますね。ああ、そういうことになりますね。お前を追いかけてスタダムに来てよかったよ、ありがとう。月額920円でスターダムが見放題。公式動画配信サービススターダムワールド、試合はもちろんオリジナルコンテンツも盛りだくさん。スターダムワールドで検索。